サウナ。わかる、ね、何一つ満足してないこともこんなはずじゃなかったってね。よく頑張ったって言われても何一つ満足してないね、後悔しか残らない。こんなはずじゃなかったってね、最初もずっと思ってたけど、ちょっと冷静になれなくて。ただこれだけね、後悔してほしくないのは、なんか自分たちがやってきたことを否定しないでほしい。本当にな、いろいろあったけどやってきたじゃん、ちゃんとな。たまたま今日ちょっと出せなかったから、なんつうんだろう、それがね、評価になってしまうのかもしれない。でもやってきたでしょ、仲間信じてね。だから3年生は本当にお疲れ様、ね、1年生、2年生はやっぱり勝負って甘くないんだなって、ね、甘くないの、ね、今日ミスしたい人なんかいないでしょ、今日やる気がなかった人なんていないでしょ、みんなやる気あったって。ただそれがなんかね、かけ違えてしまっただけであって、特にうちみたいなチームな、そのかけ違いが大きく出てしまう。ただ自分たちのやってきたバスケットボール自信持ってる、ね、今日ちょっと皆さんにね、お披露目しなかったことはあれだけど、だけどチームさん信じてやってきた、うん、私も泣いてますけど、お疲れ様、学校でみんな待ってるからね、ちゃんとお礼に行こう、みんなで。な、なんか、結構全然まとまらない。よし、はい、よし。学校4番武田光輝です。フォワードをやってます。その美濃加茂に対してそのしっかり対策はしてたんですけど、その緊張、その普段こういうところでやるのは慣れてないんで、そのちょっと勝とう勝とうっていう気持ちが前に出すぎちゃって、その今なんかやろうと思ったことがやっぱりできなくなってしまって空回りしてしまったんで、そこが反映だったのかなって思います。
そうですね、そのインターハイもなくなってしまって、そのでも新人戦では優勝してきたので、そのインターハイがなくなった分インターにかける思いっていうのはやっぱりこのチームにもあったなと思ったんです。そう思ってました。でもやっぱり途中でやっぱ気が抜けてしまったりとか、その我慢するってことがやっぱり継続できてしまって、できなかったので、やっぱこういう結果になってしまったのかなと思います。そうですね、その上田高校でやってきたバスケっていうのは、まあ、他の高校に比べてやっぱり緻密っていうか、やっぱチーム力でやってきたものなので、やっぱりこの3年間で積み上げてきたものはとても濃い時間だったのかなって思います。やっぱ僕たちは終わってしまったんですけど、やっぱ後輩たちがまたこの舞台に立って僕たち以上にやっぱ勝ってくれることを僕は信じてます。僕たちよりやっぱりそのなんていうんですか、個が強い子たちがたくさんいるので、やっぱり僕たち以上に努力してウィンターカップへの舞台に上がれると思うので、僕は信じています。